水時計。水時計とは、容器に水が流入、流出するようにして、その水面の高さの変化で時を測る時計のこと。東洋、中国由来のものは、牢穀とも言う。西方のものは、クレプシドラ、エーツズリ、クレプシダラとも言う。砂時計のような、点滴式のようなものもある。水時計は、人計と同様。 日にちを数えるために刻み目をつける棒を除けば、おそらく最古の掲示器具である。その古さゆえに、水時計がいつ、どこで発明されたかは不明である。ただ、日時計では夜間には使えないことからこれを補うものとして、水時計は作られたと考えられている。水が流出する湾状の水時計は、最も単純な型であり。 紀元前16世紀頃のバビロニアや古代エジプトにはすでに存在していたことが知られている。世界の別の地域、例えばインドや中国でも古くから存在していたが、最古のものがどの時代から存在していたかはよくわかっていない。しかしながら、水時計は全4000年には中国に出現していたと主張する研究者もいる。ギリシアローマ文明は、 水時計の設計を最初に進歩させ、精度を向上させたと信じられている。これらに使われた複雑な歯車機構は奇抜なオートマタへと繋がった。これらの進歩は東、ローマやイスラム時代を経て、最終的にはヨーロッパで開花した。その流れとは独立に中国人も進歩した水時計を作り出し、それは朝鮮半島や日本へと伝わった。 水時計の設計には各地で独立に生み出されたものもあれば貿易によって知識が伝播したものもある。公衆が時刻を知りたがるようになったのは労働時間が重要になってくる産業革命が最初出る。それ以前には水時計の使用目的は天文学及び先生術であった。当時の水時計は人計を基準にして目盛りが刻まれていた。 これらの水時計は弁護士が法廷で発言する時間や、売春宿の労働時間、夜景の勤務時間、教会での説教やミサの時間などを測るのに使われた。今日の刑事器具ほどの精度は得られなかったものの、水時計は千年の間最も正確で最もよく使われる刑事器具であった。その地位は、より高い精度を持つ、振り子時計が17世紀のヨーロッパで発されるまで保たれた。 エジプト最古の水時計は、物的証拠から前1417年から1379年頃、アメンホテプ3世の時代のもので、アメンイコールラーを祀るカルナック神殿で使われていた。水時計に関する最古の記録は、前16世紀の宮廷時にアメンエムハトの墓姫で、これは彼を水時計の発明者だとしている。この時代の単純な流出型の水時計は、 そこ近くに小さな穴の開いた石製の容器で、水面の降下速度をなるべく一定に近づけるべく、下すぼまりな形状をしていた。内側には、1時間を計るためのメモリが振られていたのだが、そのメモリは、不定時法に合わせた、隔月用のメモリということで12種類あった。カルナック神殿の水時計は、夜間、僧侶が叱るべき時刻に儀式を行うために使われた。また、 これらの水時計はおそらく昼間にも使われたと思われる。バビロニアでは水時計は流出型であり、円筒状の形をしていた。天文学用の水時計の使用は、コバビロニア時代、前2000年頃低全1600年頃にまで遡ると推定されている。メソポタミア地方からは水時計の現物が見つかっておらず、その存在の証拠として最も有力なのは、 年度版に書かれた情報である。例えば年度版終エヌマあヌエンリル、全1600から2000年や、全7世紀に、水時計が夜景及び昼の見張り人への、給料支払いに際して使われたとある。これらの水時計の独特な点は、今日の時計のように指針があるわけでもなく、エジプトの水時計のように目盛りがあるわけでもなく、表示機構を全く書いていたことである。 その代わりに、これの水時計は、時間を流出した水の重さによって測定した。その重さは、マナ、マナ、ギリシャの単位で、約1ポンドという単位で測られた。バビロニア時代、時刻が不定時法によっていたことは重要である。つまり、季節が変わると、日の出ている、時間の長さが変わったのである。夏至に、夜の時計の長さを定めるため、 伝統の水時計に2マナの水が注がれた。それが空になることは夜間の終わりを示す。その後、半月ごとに6分の1マナが追加されなければならない。秋分には夜の長さと合わせるために3マナの水が必要になり、当時の夜には4マナが追やされる。天智天皇、中野大江の王子が皇太子時代に日本で最初の水時計を作ったと言われている。 即位後に新たな牢国を整備、日本初期、天智天皇10年4月かのと上したとされ、1981年に発見されたアスカデラの西にある水落遺跡がその遺構と言われている。なお、天智10年4月25日、4月かの都は、ユリウス歴では671年6月7日、グレゴリオ歴では同年6月10日にあたり、日本では後者の日付より、 毎年6月10日が、地の記念日とされている。俗日本期、後期5年、774年11月10日上には、道の区国士が、道の区は、太宰府と同じく危機を警戒しなければならない。地、移民族に攻められやすい国境だが、太宰府には、水時計があるのに、道の区国には、これがない。これでは、いざという時、文章、 報告書を送る際、いつ送ったか時刻が書けない。時刻は記す、必要性があります胸の根性があったため、道の区国にも水時計を設置したと記述され、古代では攻められやすい国境に、水時計が重要なものとして認識されていたことが、わかる。琉球王国の首里城には、水時計を置いた、牢国門があり、その補助的役割として、日陰台と呼ばれる人形も置かれていた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。